ポケモンソルジャーの A0 です。セコないです。全員一致するまで終われませんバージョン 2.0、はい、定期的にあるアップグレードされて強くなりました強くなった。強くあのヘルピンさん、あのメンバー限定放送でやったあの惨劇の切り抜きショート見た？赤緑のやつ。あ、そう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 です。まだつつかれる車載緑好きだから、なんか緑って選んだら赤だろうって言われるこの世界がえぐすぎるということで、まあ、僕たちの性格上誰かに合わせに行かないと永遠に合わないなということでルールとしては今までと変わらず、一つのお題に沿って全員で回答を合わせるというゲームなんですけれども、この問題ごとにこの人のお題に合わせようというのがあるので、それをローテンションしていくみたいな感じですね。仮に A0 に合わせに行く問題の場合は A0 と答えを一致させれれば1点、誰も一致してる人がいなければ A0 がマイナス1点、4人全員が一致すれば全員プラス2点、まあ、仲良く全員に手を毎回取れっていう、ただそれだけのことね。全8ラウンドあるのでやっていきましょう。はい、はいでは第1問、純伝説の中で最強のポケモンといえば。むず、難しい。ちょっと待って、逆にみんなに合わせたくなってきた。え、全然わかんないぞ A0 の。今だって今普通に迷ってるんだろ。まあまあまあ候補あるな。どこ書くポイントだよね、分かりを言ったけど。こいつにしてほしいな。世代がむずいよな。合わせてくれるんだもんね、だってみんな。もちろん合わせたいけどこれにしてほしいな。はい、では全員の回答をどうぞ。よしよしよし、オッケー、オッケー。いやー、危ない危ない、気違いすぎ環境での影響の及ぼし度合いが多分一番高かったなっていう、はあ、今のパオジャンより5世代のボルトロスの方が強いからな。ボルトロスはもう義務やからねないと対戦できないから、ボルトロスは。ああ、そういう感じか今日は。分かったよ、もう意気消沈しても。分かった分かった、次俺の番 A0 避けるからA0 避けるそんなピンポイント。仲良く行こうや。では第2問、素早さ出力値100のポケモンといえば。無理だなこれ。切ないさんが無理だ。無理だね。切ないさんの100でしょ。100100なんか来そうやな。なんかでも当たる気しねえな。でも誰も当たらなかったら切ないさんがただ損するだけ。そうだよ、他の人がみんなプラス1点のだと一緒だから結局は。素早さ出力値100ってさ、多いけどこれってやつなくね。まあそうとも言うかもね。まあ別にどれが来てもあそうかっていう感じで。はい、じゃあ全員の回答オープン。無理、無理すぎ。無理だな。なんでリザードンなん？100だろリザードン。100だけどさ、それはそうだわ。いや、いやリザードンだったなこれ。使ってた？リザードン。いや全然。どうやってやってりゃいいんだよ。素早さ出力値100といえばリザードンだったなって思ったわけで、切ないさんが。うん。いいけど、切ないさんが損するだけだし。勝手に人いや、逆に考えてほしい。みんな本来得るはずだった1点を失ってるわけだから、一筆マイナス1点。その理論だと俺マイナス2点。そう。結局。じゃダメじゃん。では第3問。熱湯を使うポケモンといえば？エルピンさんだからな。なあ、そんじょそこらの人間じゃないからな。あれもあれもありますけど。ムカつくわ。これがヘルピンさんの問題なのがいやらしい。何俺がふざけた回答するか。では全員の回答をどうぞ。うわなんでくそ。やはりな。いやー、もうスイ君はねハイドロポンプだから。6世代でスイ君使ってないやつ。スパイクチャレンジでも使ってたしね。結構俺の相棒でもあるからな。そうなんか。竜王戦とかでもさ、ザシイベマンムードヒドみたいに使ってたよ。使ってる、ね、なるほどね。多分スイ君よりは使ってんだよ。では第4問、一番強い詰め技といえば。いやーこれ別に誰でやろうと分かんなくないか。想像つかねえな。積み技、一番強い積み技。船の好きな戦い方が分かんないんだけど。分かんない？ A0 とか俺の好きなパーティー分かんない？だからこれかなって思ってるんだけど、これじゃないのかな。ずる。はい、では全員回答どうぞ。うわー、俺のが強いやん。
まあね、それはないわ。リスク付きなんで、ジオコンは。俺使ったことほぼないからね。殻を破る使って強いポケモンでパルチェンしかいないもんな。それ言ったらグローパンチもそうなんですよ。ガルーラしかいない。いや、ガルーラは最強だからね。パルチェンは最強じゃないからな。では、第5問。脳筋ポケモンといえば、はい、もう書きます。書きますよ。もう書きます。はい。はい、書いた。何？え？そんな秒で書くの？脳筋って意味わかってる？脳が筋肉。はい、じゃあ全員回答どうぞ。うわぁ、今の感じ、これじゃないか。この流れでしかもなんか迷わずポンって書いたから、それちょっと A0 反応、ちょっと頭についていけませんが。いや、脳筋って言ったらこいつじゃないの。だってもう技1個しか打たないやん。ああ、これは A0 さんが悪いな。うん、そうやってさ、はよはよはよみたいなのでさ、直感に訴えてくるのからのウオノラゴンは言ったよ。直感ウオノラゴンだと思ったんだけど、あれでなんかここまでの流れを組んでいるかな。あ、いや、ちょっとそのつもりはなかった。最古特有のさ、なんか思考の乖離というかついていくんだ。では第6問。複製貯水のポケモンといえば、候補は少ないけども、切ないさんの時点で何の当てにもならんから、どうに書いたらどれか当たるから。だって切ないさんだよ、考えても無駄だよ。いや、なんか腹立つからヘルピンさん避けに行こう。どうやって避けるの？船に合わせに行こう。どうやって避けるの？逆にだって合わせる、うん、船に合わせるとしてなんだよ。貯水なんて数匹しかいない。数匹なことないでしょ。数匹なことはあると思う。数匹の範疇には。はい、では全員の回答どうぞ。なんでもうめちゃくちゃ俺のことを落とし入れようとしてしてないわ。仕組まれてんなあ。またマイナス1点だ。嫌われてる。なんでガマゲロギなの？貯水といえばガマゲロギだ。ガマゲロギは水水だろ。2番目はシャワーズね。あ、そう、シャワーズはわかる。合わせに行ったんだけどな。では第7問。トリックを使うポケモンといえば、でヘルピンさんでしょ。迷うね。はぁ、2択だな。2択かな。ヘルピンさんがどの世代のことを愛してるんだろうか。おじさんだからな。どの世代のトリックを愛してるかだよ。迷うね。こないだランクマビンゴでヘルピンさんメガネサーフ号を使った時、めっちゃ鋼テラスゴロラ打ってたよな。全然トリック押さなかったよね。一回押してたよ。この夜猿に打ってたよね。メガネサーフ号はゴリラ押したいもんな。わかるわかる。全員の回答オープン。うわぁ、タテオスは肩いっぱいあるやんね。いや、サーフ号マントだ。いや、俺サーフ号こだわり以外使わんけど。ヘルピンさんに当たったらサーフ号こだわりしか警戒しないわ。守りまくる。ヘルピンさんが初手守る安定です。それだけガン無視しよう。では最終問題。第8問。命の玉を持つポケモンといえば。じゃあこりゃ6世代好きそうだもんな。まあ6は好きだけど。だけど信じた。じゃあ全員の回答をどうぞ。よしよしよし、あよし、なんでやねん。よし、いや、ミリックだな、船。だって6世代のボルトロス玉持たないし、ね、バシャーンはわかるけど。ああ、よし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 。イラッとするのこれ。ボルトロスとかスイ君とか蝶の舞とか書いといて、いきなり耳冷めるわ。そんなこと言われてもな。結果発表。 A0 0ポイント、切ないマイナス1ポイント、ヘルピン0ポイント、箱船0ポイント。なんだこれ、比較的になる。やばい、みんなで16ポイント取りたい。あんなことあっていいの？すごいなんか気まずくなっちゃったんだけど、ね、これからどうしよう。またこれであれでしょ、コメントだかツイッターで船仮説出るんでしょ。でも船仮説とかあるけどさ、なんであの俺たちが仲いい前提でことが進んでるんだろうね。そっちね。逆に思考停止で仲良しグループかのような、それがその前提。そうそうそう、エゴだよ。エゴだよ。でもまあこんなだと一応 A0 船が一番仲いいよ、お互いのやつ正解してるから。確かにボルトロスとミミキ合ってるしな。でも一番とりあえず切ないさんがヒントがないんだ。切ないさんリザードンだけどな。どうやって予想すればいいんだよ。いつの日かお互いのことを知れる日が来たらいいね。それが目標。そうね、お互いを理解する大事なこと、うん、これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。
4月11日に第39回シングル中の集いを開催するにあたって、自分たちと共に大会を盛り上げていただける個人スポンサーを募集しています。もし興味を持っていただけたら概要欄をチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。